クライナ軍ロシア黒海艦隊の2割を4ヶ月で破壊か。地上戦では守勢に回る。ウクライナ空軍は26日、ロシアが一方的に併合した南部クリミア半島東部フェオドシアで、ロシア海軍黒海艦隊の大型揚陸艦ノボチェルカスクを破壊したと発表した。ロシアのタス通信によると、1人が死亡、4人が負傷した。爆発の規模が大きく、多数の死傷者が出ている可能性がある。ウクライナ空軍は26日未明に、巡航ミサイルで攻撃したとしている。ロシア国防省は攻撃撃退中に損傷したとの表現で被害を認めた。英国のグラント・シャップス国防相は26日、SNS で、ウクライナの攻撃により、過去4ヶ月間で黒海艦隊の 20% が破壊されたとの見方を示した。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、SNS で攻撃を称賛し、占領者に平和な場所はないと強調した。ウクライナ軍は地上戦で守勢に回っており、揚陸艦の破壊を士気高揚につなげたい考えだ。一方、ウクライナのイーホル・クリメンコ内相は26日、南部ヘルソンの鉄道駅がロシア軍の攻撃を受け、警察官1人が死亡、住民を含む4人が負傷したと発表した。駅には当時、避難用の列車を待つ住民約140人がいたという。ロシア最新鋭自走砲をフィンランド国境近くに配備へ、国営企業。ロシア国営軍需企業ロステフのトップ、セルゲイ・チョメゾフ氏は、フィンランド、ノルウェーと国境を接する北部軍管区に、最新型の自走式榴弾砲を近く配備すると明らかにした。ロシア通信 RIA が27日報じた。同氏はインタビューで、最新型コアリツヤ SV 自走砲の試験が終了し、量産をすでに開始したと明らかにした。年内に初回分を納入するという。近く北部軍管区に配備される見通しとした上で、このクラスの榴弾砲は射程距離で西側の火砲モデルよりも優位に立つために必要と説明した。ロシアのタス通信は今月、ウクライナの前線にコアリツヤ SV 榴弾砲がすでに配備されていると報じていた。習主席、台湾を必ず統一すると決意。中華人民共和国を建国した毛沢東元主席の生誕130年を祝う座談会が北京で開かれました。座談会で習近平国家主席は台湾について触れ、必ず統一すると決意を語りました。座談会には習主席をはじめ中国共産党の最高指導部全員が出席しました。習主席は演説で台湾について、祖国は必ず統一しなければならないし、必ず統一すると述べ、誰がどんな方法で台湾を中国から分裂させようとしても断固として阻止すると主張しました。毛沢東氏も成し得なかった台湾の統一は習主席の目標で、中国式の現代化を成し遂げ、強い国を作り、民族復興の偉業を実現することが現在の共産党の歴史的責任だと強調しています。岸田首相がついに森喜朗になる。支持率が急落で政権大崩壊のその先、岸田降ろしは起こるのか。ここ最近、岸田降ろしの風潮が高まっている。内閣支持率の下落傾向が止まらない上、12月の世論調査では内閣支持率に与党第一党の政党支持率を足した青木率が毎日新聞では33、朝日新聞は46、共同通信は 48.3 と、次々と危険水域とされる50を切り始めたからだ。加えて派閥のパーティー系をめぐる裏金疑惑が追い打ちをかけている。東京地検特捜部は12月19日、安倍派と二階派の派閥事務所を家宅捜索した。それに先立つ12月8日、岸田文雄首相は総理大臣就任後もなお会長の座に居座り続けた岸田派からの離脱を表明したが、つけ焼き場的なイメージは拭えない。果たしてこれでもって岸田降ろしは可能になるのか。
日本国憲法では内閣総理大臣は国会議員であることが前提とされているため、除名などでその身分を失えば当然総理大臣の地位も失う。そして衆議院を解散したり総辞職によって衆院選が行われれば、再任を含めて改めて総理大臣が選出される。よって岸田首相は自ら衆議院を解散あるいは総辞職しない限りその座を追われる可能性は極めて小さい。また衆議院を解散しても自民党がさほど議席を減らすことがなければそのまま続投も可能だろう。しかも議院内閣制の下では総理大臣は通常第一党の党首である必要があるが、自民党の党則には総裁罷免規定がない。もっとも最高機関たる党大会の機能について解釈の余地があるが、任期満了あるいは本人が辞任しない限り意に反してその地位を奪うことは非常に難しい。実際に1976年に巻き起こった幹下ろしではなかなか実現しなかった。任期満了による12月の衆議院選で自民党が結党以来初めて過半数を割る敗北を喫したため、その責任を負って三木武夫首相当時は辞任した。また2021年8月からの菅下ろしでは同年10月末の衆議院の任期満了を前に菅義偉首相当時は解散権を封じられ、9月の総裁選には出馬しなかった。頼みの綱はバイデンだけ。岸田下ろしを論じる際に最も留意すべき点は岸田首相を脅かすほどのライバルがいないことだ。世論調査では石破茂元幹事長や小泉進次郎元環境省、河野太郎デジタル省など有名どころの名前は上がるが、いずれも強い党内基盤を持っているわけではない。しかも党内野党的な二階派や最大派閥の安倍派は検察の家宅捜索を受けたためにしばらくは動けない。ただし細田博之前衆議院議長の死去による島根1区補選が2024年4月28日に予定されており、ここで一つの山を迎えるかもしれない。裏金疑惑で複数の議員が3月15日までに辞職した場合、大規模な補選になる可能性があるからだ。もちろんその時までに内閣支持率が回復するように対策は考えられている。頼るべきはアメリカのバイデン大統領。岸田首相は3月に国賓待遇で訪米する方向だが、日米同盟の一層の深化をアピールし、大統領選を控えるバイデン大統領とのウィンウィン関係を深める予定だ。その際のお土産とするのがバイデン政権の急所たるウクライナだ。鈴木俊一財務相は12月19日に G7 財務省中央銀行総裁会議でウクライナに対して総額45億ドル約6500億円の追加支援を表明した。そして22日には防衛装備移転三原則の改定が閣議決定され、国家安全保障会議 NSC でその運用指針も変更された。同時に NSC で自衛隊が保有するパトリオットミサイルをアメリカに輸出する方針を決定した。これで米国内のパトリオットミサイルをウクライナへ供与しやすくなり、ウクライナ支援予算が枯渇寸前となったアメリカにとっては絶好の援護射撃になるはずだ。また来年2月19日にウクライナ経済復興会議が開かれるが、欧米諸国が援助疲れを起こしている一方で、岸田首相はゼレンスキー大統領に惜しみなく支援することを伝えている。だが日本の一人当たりの名目 GDP は OECD 加盟国38カ国中で21位まで転落しており、国民の生活は厳しい現状から抜け出せていない。よって国民の不満が4月の補選で吹き出す可能性もあるが、そうした場合に備えて自策も考えられているだろう。有力なのは党大会に代わる両院議員総会で上川陽子外相をワンポイントリリーフとして選出することだ。ここで参考になるのは神の国発言や愛媛丸事件への対応のまずさのために内閣支持率の下降が止まらず、2021年4月に総理大臣を辞任した森喜朗元首相のケースだ。森元首相は辞任する際に
自民党総裁選での各都道府県連の持ち票を1票から3票に増やし、小泉純一郎首相当時の誕生の基礎を作った。それまでの自民党は平成権が優勢だったが、ここから清和会による支配が始まったと言える。そうして森元首相は現在に至るまで清和会のオーナーとして君臨し続けている。2022年5月に開かれた清和会のパーティーでは、この派閥は私が作ったと豪語し、安倍晋三元首相が昨年7月8日に銃弾に倒れた後、派閥を率いる5人衆を決めたのも森元首相だった。清和会のパーティー券による裏金作りは、森元首相が派閥の会長に就任した1998年から始まったと言われている。その例に倣うなら、いたずらに首相の地位にこだわるより、自分が影響力を及ぼせる後継者に委ねる方が得策と言える。それに岸田首相が気づいたとき、キングメーカーとしての道も開けるかもしれない。86歳の森元首相、84歳の二階俊博元幹事長、83歳の麻生太郎元首相、75歳の菅前首相と比べれば、66歳の岸田首相の政治余命は十分に長い。加えて飽くなき権力欲に並外れた鈍感力があれば、まさに最強の政治家になれるはずだが、それが国民の幸せにつながると誰も保証できない点が何とも悲しい。